いろんな人にゴジムに出てる箕輪さんが一番好きっていろんなとこで言われて、でゴジムってなんでって言うと、多分僕以外にもいろんな出演者ゴジムに出てる時が一番面白いとか好きって言われやすいんだと思うんだけど、それなんでかなと思って昨日もちょっとその話したんだけど、やっぱ雰囲気の作り方が上手なんじゃないかなと思ってて、まあだから報道番組とかもいろんな番組があるからそれぞれ目的が違うからどれがいいとか悪いとかでは全くないんだけど、ゴジムみたいなある種肩の力抜いてみる、適当なんだけどたまにちょっと学びがもしかしたらあるかもしれないみたいな温度感の、他のニュース番組はあんま見たくないみたいな、ちょっとふざけた感じがいいみたいな温度感のああいう番組だと緊張させないっていうのがめちゃめちゃ大事なんだと思ってて、言ってもテレビ局って、まあ、僕はあんま緊張しないタイプだから緊張しないんですけど、そうは言ってもものすごい多くの人がいるし、照明もめちゃめちゃ明るいし、なんかカメラもたくさんいっぱいあるし、いろんな大人が走り回ってるし、で芸能人の人もいるし、多少なんかこう緊張というかそのちゃんとしなきゃ感は出るわけですよ。であえてそこでちゃんとしないキャラでいこうみたいにすることもあるんだけど、それもある種作ってるから自然体ってわけじゃなくて、ただゴジムってそのちゃんとしなくてもいいよっていうのを、空気をすごい作るんじゃないかなって、作るのがうまいなっていう気がして、だから僕なんて普通にコンセント借りてスマホ充電しながら番組出てましたからね。スマホいじりながら出るっていうのは僕他の番組でもやってたけど、さすがになんかコンセント借りて充電しながら出るっていうの、そこまでももう家じゃんみたいな、でニュースも大して聞いてないっていう、で振られて適当な返しをしても深川亮さんがなんか多分うまいから返しとか、あとスタッフの笑い声のタイミングとかがうまいから、まあ何を返しても逆に聞いてなくて返さなくても全部転がしてくれるっていう安心感もありつつ、なんかまあそういうのあって、まあ何が言いたいかと別に何も言いたくないんだけど、でもそれあるなと思ってて、会議とかでもいい雰囲気の会議にするか、打ち合わせでもいい打ち合わせにするか、まあ飲み会とかでもやっぱ雰囲気作りってめちゃめちゃ大事で、まあ緊張させた方がいい時とか緊張させない方がいい時とかケースバイケースだと思うんだけど、やっぱ俺は今回はリラックスしてみんな楽しく話す打ち合わせだと思ったら率先してリラックスしに行ったり、逆にカチッとやんなきゃって思ったら意外とカチッと喋ったり、そういう今日どのスイッチで行くんだっけみたいなのを、ただ言葉でリラックスしていきましょうとかって真面目に言ってもリラックスできないから、そのまあ、ある種服装とか雰囲気とか顔の表情からなんかこう作っていくっていうのがまあ大事だなという話でした。